バチコイ心理学。それではラジオネームジョン・コナーさん、お、いつもありがとうございます。時をかけるジョン・コナーさん、今日はどんなお便りでしょうか。行ってみましょう。岩さん、青木さん、こんばんは。どうもこんばんは。過去と未来を行き来して思ったのですが、やっぱしてたのそしてまあ思いますよね、過去と未来行き来してたらそりゃ思うわそりゃ思うわな。何を思ったかっていうと、友人関係ってあまり更新されないことが多い気がしますと。これって新しい環境にならない限り改善されないのでしょうか。お二人は友人を作るのがうまいと思いますので、友人を作る方法も一緒に教えてくださいというお便りです。なるほどですね。いや、これはでもかなり難しいんじゃないですかね。なんか年齢によると思いますけど、ジョン・コナーさんはまあいろんなところ行き来してるんで、なんか年齢とかっていう概念はないんでしょうけど、どうなんですかその辺は。ジョン・コナーさん、よく聞いてくれました。お岩野はそれを知っています知ってた。いや、あの老年心理学っていうジャンル俺大学で教えてるから調べたの。あ、エビデンスっていう研究結果とかがあるんですか。あるあるある。あるんだ。ね、これ性差があります。男性の、高齢、まあ、中だから30代以降になってくると、新しい友達減ります。なぜかっていうと、60歳になった時点でどういうところで知り合った友達ですかっていうと、男性が大概学校の同級生か職場の人なんですよ。だから学校も仕事辞めたらもう友達増えないし、学校を卒業したっていうか増えづらいじゃないですか。で、女性は趣味とかコミュニティ、地域の、ものだとか、そういったところで友達増えるんですよ。だから年食っても新しい友達できやすいんですよ。なるほど。なので、まあ、ジョン・コナーさんはこの点に関しては、男性の場合は、友達更新されないのは友達が、それ新しい、あの仕事を始めて以降 の、 あの機会があまりないからです。なるほど、なるほど。なので、まあ、できればね、そういう趣味とか、共通の友達 の、 あの 横、 で横つながりを作るっていうのは結構いいかなって気はしますね。そうっすね、確かに。僕もなんか高校とか、なんか小中学校の友達か、あとはなんか大学院とか職場関係の人しか確かに友達っていうか、関わってる人いないですね。俺ラッキーだったのは、その29歳になって大学に戻ったので、30超えても年下の同級生とかね、後輩とか先輩とかができたので、それはすげえありがたかったですね。確かにそうですね。まあ職場一辺倒だとね、やっぱり同じ人たちとしか会うことがないから、つながりは増えないですもんね。そうそうそう。あとはね、やっぱ趣味かなって気はしますね。趣味とかそれに変わる活動。確かにね。だからまあちょっとあれですよね、新しい環境に多少身を置かないと難しいところもあるってことですね。いや、それで大分に引っ越してきた時に、それを見越して俺テニススクールに通ったんですよ。ああそうだ、そういうか友達確かにできたんだけど、うん、ガチなテニスの人たちで、いい人なんだけど、岩さん土曜日朝5時集合で朝練しますよとか言われたりしたくないのよすごい、やっぱりテニスはなんかそんなイメージはなんとなくあるけど、いや別に試合に出る気もないし、一生分試合なんかしたから、ちょっと涼しい土日の昼間、昼後10時とか4時ぐらいから1時間ぐらいポンポンポンって言って、ちょっと飲みに行きましょうっていうのがしたいのに、朝5時から2時間練習で週末は試合ですって言われたんですよ。俺もうどうしようと思って本気ですよね、本気の人は。そこまでは求めてないんです、今の誰か飲み友達になってくださいなんかでも どうしたらいいんですかねこれって。で結構いろんな人がなんかこの悩みっていうか、なんか友達欲しいけどなんかなかなかできないなって思ってると思うんですけど、なんか僕とかは結構まあコロナで行きにくいっていうのはありますが、なんか酒場に結構行きますけどね。あ、それは多いね。でなんか本当になんかいろんな人が集まるとというなんか パブみたいなところとかもマスターが一人でやってて、なんかマスターの元に集う的なところに行くのは結構好きですけどね。なんかイベントとかには参加はありだと思うんですよ。
うん、パブリックビューイングとかさ、何かちょっとあれだけど、うん、そのワールドカップとかああいうの見たり、あとそういうなんか イベントもの、うん、なんか町場でやってるような、まあ、北海道だとビアガーデンもあったりさ、うん、あのうさこいもあったりするし、そうですね、うん、あとまあお子さんがいる人はまあね、あのパパとママ友ができるかもしれないけど、うん、あれも友達じゃなくて同僚だからな。まあでもそうですよね。 あとはあれかね、今時はなんか VR 空間とかそういうのとかもなんかあるみたいですけどね、うん、オンラインサロンとかありだとは思いますけどね。あ、そういうのもありますね。まあ結構やっぱり同じ趣味とか同じ価値観でなんか共有しないと友達ってできないじゃないですか、結構。うん、だからやっぱそういうのになんかつながりやすいところに行くのがまあいいんでしょうね、やっぱり。うん、ちょっと俺も、なんかないかさ、トライしてみようと思います。あり得るとしたらなんかどんなのをトライするんですか？まあ、ジムに行ってみようかなとはちょっと思ってる。あ、そうなんだ。うん、いや、運動しないとまずいなと思ってて。ああ、まあ確かに、ね。テニスは勝ちだったからね。テニスは、だジム行って、汗流して、その後、そこのサウナに入ればもう一石二鳥やん。確かに。そうね。まあそんなちょっと活動的に今年は行ってみようかなと思っております。そうですか。じゃあ、絶対なくまずジムから。あとはなんか俳句サークルとかですかね、その。120% いかないよね。いかないか。いかない。まだ ABC クッキングの方がいくかもしれない、どうだ。あ、ABC クッキングいいじゃん。でも今のさ、ABC クッキングに行っても作れないものないんじゃないですか、もう今の時点で。あ、まあ、お菓子関係は苦手だけどね。あ、そうだ。料理長をしてもらおうと思ってたから、ちょっとたくさん、調べといてください。料理いたしましょう。バチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報を発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。